皆さんこんにちは、モードAのノリです。はい、続きまして、この春購入したユニクロ必須アイテム。はい、ですね、アリアさん修正1歳4ヶ月になりました。1年前とね、だいぶ変わりました。なのでですね、買わなきゃいけないわけです。私たちね、大人になりますと、数年前のものとか全然着れるじゃないですか。でもですね、赤ちゃんの成長は早いもので、1歳になると全く、だってさ、去年の春はロンパースだったし、肌着もさ、ボディ肌着着てたし、うちの場合は NICU でボディ肌着とかコンビ肌着が多かったので、もうそれに慣れてきたので、うちはそういうパターンでしたね。はい、なのでもう春、少なくとも確実に買わなければならないものを購入してきましたので、ご紹介したいと思います。それがこちら、じゃ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 ーん、肌着 T シャツ。はい、あのタンクトップとか、キャミソールタイプみたいなもの、だからそれももう買わなきゃいけないかもしれない。まだね、多少サイズ感的にはいけそうな気がするけど、もう本番の夏になったら買い足しかな。またそしたら夏の購入品紹介しますね。はい、これ T シャツ買ってきました。メッシュタイプです。そして同じようにですね、こちらも T シャツの肌着、これ990円、こちらも990円で3枚入ってます。助かる。もうさ、汗すごいかくの、アリア。寝てるだけでも汗かくし、というわけで肌着は結構多くないとですね、洗濯追いつかないんじゃないかと思います。そしてもう一つ、じゃじゃじゃーん、可愛くないこの柄。はい、これもね、七分丈の方ですね。七分丈の方のレギンスです。もうね、最近靴履いて歩けるようになったので、今後はさ、暖かくなってさ、コロナも落ち着いて行くことを願ってます。したらさ、公園とか遊びに行ったらもう泥だらけになってもね、いいよ、もういい、たくさん洗いますから、もう消耗品ですから。こちら七分丈のレギンスは790円です。こちらね、なんかの虹みたいな、まあ、マークじゃないから。そしてこちら、お花とうさちゃん。はい、あとさ、ポール&ジョーのやつも買ったからさ、何個あんのっていう感じですけど、ね、いや、これもね、多分あっという間に汚れて、あっという間にね、履き潰すと思うんですよ。はい、そして最後にこちらです。じゃじゃじゃ、また急にですね、足が大きくなりましたので、今持ってる靴下がだんだん入んなくなってきたので、じゃん、はい、靴下590円、12センチから15センチのものなんですけど、2個入って590円です。そしてもう1種類、こちら、じゃじゃん、ちょっとね、一応くるぶしにしときました。もうさ、まださ、育児1年生、まだまだ新米ママなのでね、どういうものが適応能力あるか分かりませんけれどもね、まあちょっとね、少しずつね、経験を積んでいきたいと思います。まだアリアは起きませんので、ちょっと開けてみましょうか。本当にさ、ユニクロっていいよね。90センチ、今アリア80センチぐらいの、90センチってさ、ちょっとでかい気がするんだけどさ、80だとちっちゃいのね。あ、これ私ウサギさんだと思ったらカニさんだ、私に当てて。え、こんなちっちゃいのアリアちゃん。はい、こんな感じですね。かわいいね、かわいいね。はい、3色入ってるんですけども、ピンク、薄ピンクですね。ちょっとこう光の反射で白に見えますけど、これは完全な白。はい、何を着てもね、透けませんね。そういえばさ、大人はさ、ベージュとか結構あるのにさ、子供ってさ、ベージュの肌着ってあんまりないよね。そしてこちら、白とピンクの水玉見えないかな。あー、なんかこれはやっぱりさ、メッシュって涼しいね。でも春はさ、まださ、こっちの方がいいかな。うまく着こなしていきたいと思いますね。もうなんかさ、パジャマの中に着るやつはメッシュタイプの方がいいかもしれない。寝汗がすごいから。そしてレギンスは、あ、かわいいガラガラ、これが履いて許されるのはいいね。私が履いたらちょっとすげえガラガラしてるって感じだけど、かわいい、いや、かわいいね、子供服ってかわいいよね。こちら、これね、私ちょっと一目惚れ、かわいい虹。ちょっとアリアちゃん柄物が多いから、上も下もガラガラしちゃうから、ちょっと気をつけないと、バランスよくね。はい、いやー、790円ですよ、助かるよ、すごく。最近思ったのが、長いやつだと、この間デニムとあのスニーカーで外行ったら、このデニムがさ、スニーカーのとこにちょっと被ってるじゃない、長さが。そこのとこに変に砂が入っちゃったりとかして、こう公園の土っていうのかな。だからもういっそさ、足首がちょろっと見えてるぐらいの方がさ、あの本人も気持ち悪くないんじゃないかと、ここ入ってったりするの。レギンスだし、ピチッとしてるし、あれ足細いんだよな。はい、と思って今回七分丈を結構買ってます。あと履かせるときにさ、長いと結構大変なの。七分だったらさ、まあショートパンツほどはいかないけどさ、履かせやすいんじゃないかなというふうに考えております。そして靴下だよ。
これくらいの大きさだよな。ちょっとね、今少しかわいそうなことしてるかも。まだ靴下を買ってなかったからですね、結構ちっちゃいの履かせてて、そんなことやったら外反母趾になっちゃうかな。はい、こちらですね、水玉ちゃんとタンピンクちゃん。じゃーん、お花とベージュ、ベージュかな、うん、ベージュ、ね、はい、です。はい、というわけで皆さん、この春何買われましたか？ぜひぜひ教えてください。他にもさ、おすすめのブランドとか何かあったらぜひぜひ教えてください。あと私はユニクロでこんなの買ったよとか、ユニクロの中のこんなものがおすすめですよ、楽しいじゃない、好きだよとか、他のブランドでこんなもの買ったよとか、ぜひぜひコメントお待ちしております。や、新米ママ情報を求む。というわけで本日はユニクロの春購入品のご紹介でございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!